お聞きの放送局は 79.5 FM ナックファイブ。私が三遊亭鬼丸です。そして私が横田香織です。はぁ、あ。はぁって何？なんだよ。なんだよじゃないよ。え？え？何？打ち合わせは確かに一緒にしたけどさ、うん、それでも1時になったら南まりかちゃんが来るんじゃないかってどっかで期待してたんだ。来ね、横田だよ。いや、ほんとさ、もういいよもう。もう鬼丸ハッピーウィークは先週で終わりです。じゃあさ、うん、とりあえず今日一日だけさ、うんうん、香織さんのことマリカちゃんって呼んでていいですか？だから横田だよ。あなたの午後にハッピーを、あなたの午後に元気を、音の世界に描くエンターテイメント、午後に集う仲間たち、そうだから午後モンズ。さあやってまいりました、午後モンズ通常営業。バタついておりましたからね、先週と、ね、なんか大変だったんだね。通常営業でございまして、はい、503回目というね、はい、500回迎えたこと誰も気づかなかったんじゃないかというような503回目でございましたけれどもね、はい、さあ今日もあなたの午後を盛り上げます。41歳2児の千代屋、埼玉に住んでる落語家さん、言って鬼丸です。じゃらーん、お休み明け10年完了です。だからこそ今週も元気に陽気に午後のあなたを応援します。独身みそじプラス3歳の横田香織です。もうだからさ、うん、充電ってさ普段こう電力使ってる人が使ってほしい言葉なんだよね。すごい省エネだからね。本当ですよ、うん、でもまあ夏休みということで、はい、はいはい、何してたんですか？国内旅行に。え、どこに？今年はですね、大阪。いや、いや、どこでも。もう、ほんとね、香織さん、一応、秋休み、はい、冬休み、正月休みとか、うん、いろいろ休みの種類はありますから、はい、何なりと言っていただければ、うん、いい人たくさん知ることができたんで。怖いわ。さっきも話したよ。第2と第4の週で休んでもいいとか、休みすぎでしょ。偶数月休むとか。あ、そう、うん。そんな感じになってて。偶数月、ね。とか、あとは木曜日の3時からだけ出るとか、まあ、いろんなことなんでこの席渡さねえし、もう今週もごめんなさい。企画満載、4時55分までの生放送。ナックワイズゴゴマンズ。埼玉に住んでる落語家、41歳2児の父親、三遊亭鬼丸と独身味噌汁プラス3歳横田香織がお届けしています。大丈夫ですか、休み明け。はい、口回ってないんじゃないかとか喉に蓋してあるんじゃないかとか。多分徐々に徐々に一時にちゃんとピークに持ってきていただければよかったんですけれども、はい、はい、いい声。はい、じゃあ行きましょうかね、はい、今日のテーマを発表しましょう、はい、テーマはこちら、人生のかぶっちゃったシリーズ。あー、もうなんでそこ同じなんだよと叫びそうになった時ということでございまして、はい、ああ、もうなんでそこ同じなんだよと叫びそうになった時、香織さんはありましたか、はい、もしあればでいいんですけどありますよ。ありますか。はい、まあ、女子3人で、はい、まあ、初詣に行こうっていう話になりまして、はい、まあ、2、3年前の話なんですけど。あ、でももう30近いんだ。そうですね、30過ぎた人たちが、はい、はい、まあ、恋愛だとかね、仕事だとか、今考えればもうどうでもいいことでもすごい悩んでたんですよ、みんな3人ともね。ほうほうほう。で、どうしようかどうしようか、でもさ、神社でおみくじ引くのとかちょっと怖くないって、まあ、とりあえずお願い事はして、はい、でおみくじ怖いよどうしようかなって言ってたんですけど、30過ぎの女どもで、そうわーわーキャーキャー言いながら、世の中の酸いも甘いも噛み分けてるはずなのに、なのにおみくじ一つでキャピキャピ言っちゃったんですか。どうする、はい、で、まあ、そこのおみくじを諦めて、うん、駅まで向かう途中の道に、あ、神社すげえ混んでたんだ。そうなんですよ、はい、で神社じゃなくて道端にこうおみくじがいろいろこう設置されていまして、うん、でそこにこう生年月日で引くおみくじっていうのがあって、なんかちょっとこれ簡易的でいいんじゃないの、ちょっと引いてみようよ試しに、まあ、民間経営の民間経営です、ね、出店的なものですね。そうそうそう、はい、で3人でこう引いたら、1人の子がもう本当に落ち込んでた子が、大吉やったー、どうしよう、でなんかちょっと読んでみて、悩みがある人はもうすぐ解決します、でまた6月頃には素敵なご縁もあるので、出会いのところを見ると、はい、自分の直感を信じてください、だってやったーとか、よかったじゃん、なんか新しいね風が吹いてくるんじゃないので、やったやった、じゃあもう1人の子も、じゃあ私もじゃあ見るね、大吉、おお、すごいじゃん、うん、これなんか救われたじゃんと思って、こう、うん、大吉、悩みがある人はもうすぐ解決します、だって、うん、また6月頃にはご縁がありますので、自分の直感を、
あ、同じだよね。それはまあそうですね。大吉で同じ文章で、ね。あ、でもね、二人とも良かったんじゃないの、うん、じゃあ、まあ私もじゃあ見てみるねって私がこう、はい、大吉、うん、悩みがある人はもうすぐ解決します。まあそうだね、大吉だから ね、また6月頃には素敵な出会いが訪れます。え、同じだよね。もうちょっとそこはちゃんと混ぜとけよ。何でそこ同じなんだよ。何この適当な占い、もう一切信用できなくなっちゃいましたけど。はあ、全部同じだったって。まあ他がどうだか分かんないんですけど、3人いて3人とも全く同じだった。小吉あたり1人引いてくれると大吉のありがたみも出んのに。なんでそこ同じ。大吉基準になっちゃった。大吉基準になりました。鬼丸さんありますか。私はですね、まあ、うちの妻がですね、はい、あの前々からそのお味噌汁のね、うん、鍋にお玉を入れたまんま、はい、その加熱したりとかすることによって、そのプラスチックのところが溶けて最後スポッて抜けて、はい、うん、お玉が寿命になった。寿命なんかないんだよお玉には。生涯使えんだよっていうのとか、うん、そのご飯のね炊飯器でしゃもじでこうご飯よそいます、うん、としゃもじをこう立てかけるところがあるにもかかわらず、うん、そのしゃもじをご飯の上にこう入れっぱなしで保温にしとくから、はい、次におかわりしようとして開けた時、あっちしゃもじっていうイライラを結婚してからの10年間ずっと抱えてて、ずっとそれを私が言い続けた結果、はい、ここ最近やんなくなったんですよ。おお、治った。もうお玉を刺したまんま加熱しようとするんだけど、あ、また言われるみたいなのがあって、そのあのお玉置きを買ってきたりとか、はいはい、しゃもじ入れたまんまにしよう、ね、あ、またなんかあいつに言われるから、あいつに言われるからちゃんと立てかけとこうみたいなことで治ってきてて、うん、いいぞっと、はい、ね、うん、何度も何度も言えば治るんだと思って、ね、いいぞっと思ってた矢先、うん、奥さんの実家に行って、うん、ご飯をおかわりしようとしたらしゃもじ中に入って、お母さんそこ同じなんじゃん。そうだよ、そこから来てんだよ。ふわってガスレンジ見たらガスのとこにお玉やっぱ刺さってんだよ。ああ同じなんだよ。原点だね。どうぞ。あのか、この母親から娘なんだっていうので、もうなんでそこ同じなんだよっていうね、叫びそうになったという話です。さあ、はい、それではメッセージはナックファイブのホームページとモバイルサイトのナウオンエアの中にある各応募フォームからお願いします。ファックスは 048-650-0300 048-650-0300 です。ゴゴモンズオフィシャルツイッターでもテーマなど確認できます。アカウントはゴゴモンズアンダーバーナックファイブです。皆さんからのメッセージお待ちしてます。お聞きの放送局は 79.5 FM ナックファイブ、落語家の三遊亭鬼丸と横田香織です。この番組はゴゴモンズという番組です。さあ今日の1時台2時台はメッセージを中心にお届けして、3時になると、3時台にお届けするのは浦和ロイヤルパインズホテルのロイヤルパインズハッピータイム2人のストーリーです。今日は皆さんからいただいたウェディングに関する疑問質問に浦和ロイヤルパインズホテルの井上恵里さんがお答えします。このコーナーではメッセージが採用された方の中から抽選で毎月1名の方に浦和ロイヤルパインズホテルのスイートペア宿発券をプレゼントします。当選者は毎月最終週に発表です。同じく3時台ドライバーゴゴモンズ素敵な車ライフ、今日月曜日のテーマは親切なつもりでしょうが迷惑なんですとなっています。そして3時台後半には落語協会2013年度秋の新真打ち、三遊亭天丼さんが今日のゲストです。はい、三遊亭天丼っていう、天丼っていう名前、芸名があるんです。うーん、はい、私とはですね、まあ、入門した年というか、はい、24、47年生まれですからね、はい、同い年で、で入門も2ヶ月3ヶ月の違いでございまして、うん、新打ちまでが結構長かった、まあ、私2010年に昇進してますから、うん、3年後ということで、うんうんうん、たった3ヶ月とかの違いが、うん、意外と3年ぐらいに差になっちゃうこともあるという、へー、とにかく独り言が多い人です。わかりました、はい、あとは芸人さんってみんな陽気かなって、私とか玉之助さんとか出てるの聞いてると、はい、落語家さんってみんなそうかなと思うと、うん、そうでもない人もいるっていう。え、天丼さんはそうでもない方、あ、多分暗い芸人を3人挙げろって言ったら確実にそこに入ってくる雰囲気はありますよね。そうなんだ、はい、楽しみにしていただきたい、楽しみ、はい、このセルストークで楽しみになった。全然楽しみにならないねえ。それが3時台後半に出ますからね。そして4時になると、NTT ゴゴモンズカフェ、今日月曜日は、あの時ははい、へこみました。このテーマ今日でラストです。お急ぎでご参加ください。メッセージはナック5のホームページとモバイルサイトのナウオンエアの中にある各応募フォームからお願いします。さあ、今日のメインテーマです。人生の被っちゃったシリーズ。あーもうなんでそこ同じなんだよと叫びそうになった時。はい。トップバッター、夢見る工場長です。ありがとう。
30歳の男、あ、そうそう、うん、今のありがとう聞いて、うん、今みんなどう思ったのかね。やっぱいいな、かおりちゃんのありがとうはって思ってるのと、うん、いや、やっぱり南まりかちゃんの方がよかった。いいよ。引っ張るなよ。あのね、ちょこちょこね、ちょこちょこね、うん、ありがとうっていう子他にも結構あらかじめ予習してきて、聞いてくれてたんだね。で言ってね、ありがとうって入るんですよ。うんうん、あれ、ありがとうって、うん、誰が言ってもさ、うん、キュンとくんだね。なんか横田香織がみたいな感じでみんな思ってたけど、はい、化けの皮剥がれたからね。嘘。本当。ダメだよ、マルシーついてるから。ありがとう。いや、横田マルシーついてるからダメだよ。いやいや、本当で15歳がありがとうって言った時にも、うん、なんかすげえお父さんたち癒されるなみたいな、いい娘持ったなみたいな。そうか。そういうありがとうって、うん、あ、香織ちゃんじゃなくてもいいやってみんなが気づいて。シュババアコです。ありがとう。あ、シュババアコ。ほら、シュババアコのありがとうだって。癒されるよ。キュンと来たね、今ね。そうでしょ、うん、ほら、みんなありがとう。うん、もういいよ、かおりちゃん。誰でもできんだ。誰でもできる。みんなね、2年半、催眠かかってたけど、うん、溶けた。もういいよ、じゃあもう。まあいいや、じゃあ、続ける、うん、それでも、マルシー、マルシーつける。もうちょっとやらせて。もう少し長いことやって、うん、本当にこう、うん、マルシーつける勢いでね。じゃあ行きましょうか。ああ、もうなんでそこ同じなんだよと叫びそうになった時、スーパーで走り回ったり、ラップのかかったお肉や果物を指で押したり、うん、その都度母親に、やめなさい!やめなさいって!と叱られるよその子供を見て、うんうんうん、まったくどうしようもねえガキだな、なんて思っていると、うん、叱られたことにもめげず、鮮魚コーナーを走り回るその子供、水槽に入った魚をバン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 叩いていると、うん、まあ、水槽の横をね、はい、だからやめなさい、やめなさいって言ってるでしょ、タカシと自分と同じ名前だった瞬間、タカシかっこ仮名ですけど、自分と同じ名前だった瞬間、はい、なんでそこ俺と同じなんだよ、出来の悪さも似てるじゃないか、うん、と先ほどまでクソガキ扱いをしていたのに、なぜかそのタカシかっこ仮名の行動に親近感がぐっと湧いてしまいます、うん、妙に近い感じしますね。はい。あ、ね。うん。そうですか。ね、香りって聞いただけでちょっと親近感が、ね。ありますね。香りとか、あと名字が一緒だったりとかするとね。横田。うん、なかなかないから。横田、うん、横田。あんまり。横田さんに会ったことない。私の周りあんまりいないんですよね。じゃあさ、みんな覚えやすいようにさ、うん、名字南に変えたら。もういいよ。くどいよ。休み明けだよ。あ、横田の横田マーリー。マリカじゃねえよ。違う。カオリーの方が喋ってるの。はい、カオリーで。あ、そっかそっか。じゃあ続いていきましょう。もう一つ。はい、